モイセス・デルガ・ドロペスは、スペイン・アンダルシア州セビリア県、ウトレラ出身のプロサッカー選手、SD ・ポンフェラディーナに所属している。ポジションは DF。9歳の時に、セビージャ FC のカンテラに入団。2013年の参加のセビージャアトレティコに昇格。同年2月のセグンダ・ディビシオン B のカディス CF 戦で、プロデビュー。同年夏に、 当時のトップチームの監督ウナイ・エメリに見出され、トップチームに昇格。2014年5月11日のヘタフェ CF 戦で、ラリーが初出場。UEFA ヨーロッパリーグの決勝戦の、ベンチ入りメンバーにも入り、優勝を見届けた。2015年12月30日、FC バルセロナの参加 FC、バルセロナ B への移籍が決定。 2017から18シーズン途中まで B チームでプレーしたもののトップチーム昇格までには至らなかった。2018年1月30日、レアルバリアドリードへの移籍が決まり、2017から18シーズン終了まで B チームでプレー。同年夏にラリーガに復帰したトップチームに昇格。2019年1月20日のレバンテ UD ーー戦でトップチーム初出場を果たした。 ありがとうございます。